親自身がアップデートしていけるかどうかってすごい大事だと思うんですね。なるほど。なんかお父さんお母さんが、アップデートせざるを得ない環境に身を投じるっていう、これって本当の無償の義務なのかなみたいなのはどうなんですかね。結構その今我々も教育やってて、はい、でその新しい教育じゃないですか、はい、でその例えばプログラミングとかこういう IT って言われるものって、はい、その子どもたちにとって、まあ、今もそうですけど未来のためだったりするんで、はい、こう大人も一緒にちょっとこう未来について考えてもらわないといけないんですけど、結構親って自分自身をアップデートしていく時、はい、あのタイミングとか、はい、チャンスってあんまりないじゃないですか、親として、はい、でなので、まあ、僕も実は最近あの個人で、はい、あのYouTube チャンネルを、はい、この直近で作ってですね、要はその親、働あの子育て中のパパもママもアップデートしていけるような、うん、ものがやっぱり必要だなと思って、そういう情報発信を始めようと思ったんですけど、はい、なんかお父さんお母さんってどうやってアップデートしていったらいいんですかね、はい、どう思います、そこを。なんか別に教わらないじゃないですか、はい、子育ての仕方について、はい、なんかどっか学校に通って、はい、あの子育ての方法とはこうだとか、はい、誰かから徒弟制度みたいに、はい、あの秘伝のタレみたいなのを与えられるわけでもないじゃないですか。でも親は子供の成長とともに、はい、多分そういう提案力とかアップデートし続けないと、はい、なかなかその子供自身、はい、その輝ける場がどんどんなくなっていっちゃうのかなっていうふうに、はいはい、もうあれじゃないですか、なんかそのお父さんお母さんの、はい、なんだろう、僕それはよく言うんですが、はい、なんか自分の意思とかで問題解決するのはもう不可能だなと思っていて、でもサボるんで、はい、やるって言ったってサボっちゃうし、はい、もう絶対次は忘れませんって言っても、あの忘れない方法をちゃんと用意しておかないと人は忘れちゃうしみたいなこと言うと、基本的にはそのお父さんお母さんに頑張れって言って頑張りますでは多分解決しないなと思っていて、はい、っていうとやっぱ環境じゃないですか、お父さんお母さんが、アップデートせざるを得ない環境に身を投じるっていう、それでいうとコミュニティかもしれないですね、うん、そのアップデートする者同士のお父さんお母さんのコミュニティがあれば話についていけなくなる、はい、確かに。でいうとそっちかもしれない、それでやってシステムで改善していった方がなんか良さそうですね、うん、確かにそうですね。あの僕も本当に教育事業をずっとやってきて、はい、もう子どもの成長ってもう全ては環境次第だなというふうに、あとでもちょっとゆっくり話せればと思うんですけど、はい、親もそうですよね、はい、あそうですね、本当に我々大人も、いや親大人は本当にやばい、はい、勉強しないと、はい、勉強しないと本当にやばい、やばいですよね。だってもう大学卒業して勉強止めてるとかって、はいはい、もうやばいっす。そうですよね、はい、なんかどっかでこう、まあ、もうちょっと手前でいくと、はい、大学に入るところで若干なんか一丁上がった感があるじゃないですか。ああそうやばいですよね。あとはあの大学に入ってから、はい、まあ、あのみんながみんなじゃないと思うんですけど、あとはもう何のために大学行ってるかってモラトリアムで、はいはい、あとはもう単位取るための勉強しか知らないし、ああなるほど、これだと本当の意味でのそのアップデートになってないじゃないですか、はい、自分自身、はい、だからそこはすごい怖いなと思って、今人生100年って言われてるじゃないですか。ですね、なんかちょっと踏み込んだ話していいですか。いいですよ。例えば、コロナがあったじゃないですか。でコロナで実店舗経営されてるから、はい、じゃあこのコロナをどう乗り切るかってやっぱ考えられたと思うんですね。参ったなっていう、いや人出ちゃ外出ちゃダメみたいになってるし。ってなってきたら、でもやっぱりね、お店の家賃は払わなきゃいけないし、はい、従業員さんのお給料も払わなきゃいけない、はい、収入がない状態で、はい、売上がない状態でそれを払い続けなきゃいけないって、はい、どうすりゃいいんだろうっていうので、はい、結構積んだ人多いはずなんですよ、はい、その時にクラウドファンディングっていう選択肢を持っていた人と持ってない人で、うん、むちゃくちゃまず明暗が分かれたはずで、飲食とかでもそうですね、はい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 、その段階でクラウドファンディングって何って言ってる人がいるわけじゃないですか。これでたったこれ知ってるか知らないかっていうだけでお店を守れたり守れなかったり、はい、従業員を守れたり守れなかったり、家族を守れたり守れなかったりするわけじゃないですか。これやべえなと思って、で僕、クラウドファンディングを、結構やってる人間で、はい、ね、2012年13年ぐらいから結構やっていて、で自分でもそのプラットフォームを作ってやっているんですが、そうするとですね、
まあ、それも結構生々しい話なんですけど、クラウドファンディングの支援が止まる瞬間、要は支援しようと思ってた人がブレーキをか、あの踏む瞬間って、はいはい、一番多いのは、一番多いブレーキ踏む一番多い理由はログインなんですよ。ログインがめんどくせえっていう。確かに毎回毎回、ね、毎回毎回カードが打って、はい、ログインめんどくせえなみたいなことで言うと、クラウドファンディングで、支援を集めようと思ったら、うん、自分の半径 100m 以内の人たちがみんなログインしてる状態の方が有利なんですよ。つまりもう長いことクラウドファンディングやってる人の方がクラウドファンディング有利なんです、はい、なぜなら自分がこうあの宣伝できる SNS でリーチできる人たちがログインしてるからです、はい、でコロナが来てからやばい、でもクラウドファンディングっていうものがあるらしいって言って、うんうんうん、クラウドファンディングしたところでもう手遅れで、なぜならその人の周りはログインしてないんで、で言うとだから集まんないんですよね、お金が全くゼロからですもんね。そうそうそうなんですよ、うん、っていうことって、これってなんか才能とかそういうこっちゃなくて知識を持ってるか否かじゃないですか、うん、でお父さんお母さんとかも大人の方も皆さんそうなんですけど、その知識不足で終わらすなよって思います、うん、その知識不足、なんかどうしようもない抗えない何かしらの力によって、守れないものが発生してしまう、それは仕方がないと思うんですけど、はい、自分の知識不足勉強不足で守れたはずの店が、うん、従業員が家族が守れないっていうものはあまりあってはならないのかなっていうのはありますね、まあ、無知が最大の悪だって、ね、いやいや本当そう言いますもんね、本当そう、本当にそれはでも結構もうドキッとさせられるいや本当そう思うんですけど、確かに絶対多いですよ、うん、だって今これどういう方見られてるか分かんないですけど、えオンラインサロンって何なのっていう人、うん、い結構 ね、いるじゃないですか、はい、それも怪しい詐欺じゃないの宗教じゃないのとか言ってる人もいるはずで、それももうやばくて、いや分からないんだったら調べなきゃいけないし、その一回入ってみようかな、そうそうそう、で咀嚼した上で、はい、違うなとかは、はい、全然あってしかるべきだと思うんですけど、分からないものをバンってやっちゃうと、いやあんたも辛いし、あんたも辛い人生を送るし、あんたのお子さんがもっと辛い人生を送っちゃうから、はい、それはやっぱ親としてはあってはダメですよね。親の務めはやっぱ子供を守らなきゃいけないんで、はい、いやそれはすごい我々 そのコロナの時にオンラインにシフトしたんですよ、はい、この時もすごくあって、はい、ズームって何とかですね、あの、そもそもつなぎ方をあのこういわゆる、なんて手順書、はいはい、みたいなものをこう作ってやっても、はい、ログインできませんとか、いっぱいあるんですよ。でさらに我々この教育を提供している会社の中でも、はい、そのああオンラインでしょと、はい、要は授業普段やってた授業を Zoom を通してやればいいんでしょっていう風にやっちゃうと、はいはい、小学生なんてそのただずっとじっと見てるの面白くないじゃないですか。 YouTube は面白いから見れるけど、はいはい、授業なんて思んないじゃないですか、基本的に、だからただのリアルの劣化版にしかならなかったんですよ。あ、はいはいはい、でそれで結構、小さい子供を持つ親はあオンラインはダメだなみたいな風に見えちゃうんですよ。でそれは我々提供する側がそのオンラインの本質っていうのを多分分かってなくて、はいはい、分からないまま提供しちゃってるからだなっていうふうに思ってまして、はい、で僕はオンラインはその劣化版を作るよりかはオンラインでしかできないことを絶対にやるんだというふうに、例えばその今作ってる SNS もそうなんですけど、オンラインだったら日頃はこの自分たちの地域の川西だったら川西の、はいはい、友達としかリアルで会えないんだけど、はいはいはい、オンラインになったら福岡の子も一緒にやれるし、はい、北海道のこともできるしっていう、はいはい、そういうメリットがあるじゃないです か、はいはい、だからそういうメリット推しじゃなくて、はい、ただリアルで会えないからこっち大体サービスですみたいな感じになると、はい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 、いけてないサービスが出来上がっちゃうなっていうふうに思ってですね、はい、そういうのは結構今回このコロナで、はい、いろいろ浮き彫りになっちゃったなっていう。あ、でもそれ面白いですね、はい、それをこのならではの部分を大急ぎで晒しに行く作業です、ね、はい、そうです、それ面白いですね。でそこにやっぱりついていけるかどうかとか、はい、ってすごく人によるなみたいなのはあって、なるほど、はい、やっぱりこの知識いろんなことを新しいトレンド含めて、はいはい、親自身がアップデートしていけるかどうかってすごい大事だと思うんですね。なるほど、なるほど、いや絶対大事、大事ですよね、絶対大事、いや守ってほしいもん、やっぱ子供は本当に全力で守ってほしい、はい、お父さんお母さんは、はい、たった勉強するだけで守れるんだったら、はい、勉強してるし、そうですよね、うん、
じゃあちょっと今まで西野さんの、はい、ちょっとこれまでの、経歴化していただいたんですけど、はい、まあ、結構お父さんお母さん、はい、大事ですね。めっちゃ大事ですね。もうお父さんお母さんがあの時にババ詰めしてきてたらどうですか、はい、いやめっちゃ大事。そうなんだよな、はい、あの軽石で絵描いて、はい、お父さんに帰ってきて、はい、あ怒られると思ったじゃないですか、はい、でそのまんまもうボカーンってまず絵描くのが嫌いになってますよね、うん、その時点で絵描いたら怒られるんだって、うん、な思っちゃうんで、はいはい、絵描くのが嫌いになってるんで、まあ、これは出てないですよ。出てない。そうですね、はい、じゃあもう映画もなってないですね。なってないですね。だから結構選択肢が減ってたかもしれないですね、うん、やっぱりその絵を描くことがその幼少期に肯定される、はい、承認されたっていう経験が今タモリさんにさっき描いたらどうだって言ったんですけど、はいはい、なんか繋がってる部分がそうですねあるんですね、はいはいはい、肯定されてたところがタモリさんもねむちゃくちゃ褒めてくれたんですよね。なんかそうなんですね。なんかタモリさんもねなんか僕がだから一回も否定されてないですね、要はその当時自分がテレビを、はい、から軸足を抜いてなんかするって言った時に、はい、うんうん、もう日本中から批判されたんですよ、うん、芸人だったらこれをやれよとかあったんですけど、はい、タモリさんから一切なくて、むしろタモリさんとかは本当すごくて、僕が絵を描きますって言って、一作目の絵本の舞台が森が舞台になるような、絵があったんですね。で森見に行きたいなとか思って、うん、それをポロッと言ったら、うん、もうタモリさんが、飛行機手配してくれて、あの普通にこう JAL の、 あの、はい、チケット取っといたっていうのと、はい、あとホテル、はい、持って配してくれて、お前どうせ出てんから俺やっといたからみたいなで。はい、全部やってくださった、あとは、お前こういうの見とけって言ってタモリさんがいろんな絵を、なんかまとめたファイルを作ってきてくださって、お前これ見とけって言ってとかく後押ししかしてない。あ、サポートが、はい、サポートのみだったんですよ。のみ一切怒られないし、もう どんどんやれで、それはやっぱで、やっぱいいのが2ついいところがあると思っていて、はい、1つはやっぱ褒められると気持ちがいいっていう、うん、だからもっとやろうっていうのがあるじゃないですか、うんうん、それはどっちかっていうと承認欲求の方ですよね、はい、2つ目の理由としてまだ何者でもない自分にこんだけ、かけてくれたっていうことって、じゃあここで自分が結果出さないとこの人に顔向けできないじゃないですか、はい、だから頑張ろうっていうのはありますよね。そこって結構、うん、僕別の先輩でもあって、はい、ニューヨークで初めて個展やるときに、それ2013年の頭ぐらいだったんですけど、その時に多分初めてクラウドファンディングをやったんですね。でやっぱその時も日本中からこう批判されてる時で、まあ、しかもクラウドファンディング悩んでそれみたいなことで、うん、詐欺じゃないのとかそういう感じの時代だったんですね、はい、なので、支援集めるのなかなか大変だったんですけど、一番高かったリターンでその時30万円のリターンがあって、はい、西野が、オリジナルのイラストを描きますみたいな、で売れないだろうなと思ったんですよ。そんな何者でもないやつの絵を、はい、まあ、絵本作家としてね、はいはい、まだ売れないだろうなと思ったんですけど、はい、花丸大吉の大吉さんが、はい、買ってくださって、全く面識ないんですよその時。あ、そうなんですね。本当面識なくて、で買ったよっていうのをスタッフ自体に連絡くださって、でお礼しに行ってありがとうございますみたいなことを言ったら、いや西野くんの絵が30万円で買えるのはもう今しかないから買わせてもらったって、これはもう本当むちゃくちゃお買い得だって言ってくださって、はい、いや僕の絵その時別に別に100円でも買えますし、でも30万円の価値がもうあるし、これでも安いぐらいだって大吉さんが言ってくださったんですよ、うん、ってことは僕はそこに追いつかないと、実力とか結果とかが、あの時の大吉さんの判断が間違ってたってことになるじゃないですか、でそれはやっちゃダメだなと思ったので、自分にそんだけかけてくださった方だから、だからむっちゃ頑張ったんですよ。めちゃくちゃ分かる。ありますよね。めちゃくちゃありますよ、それは。それは私もこうベンチャーの経営者としてやってきて、
やっぱりこういろんなベンチャーキャピタルから出資してもらったこともありましたし、はいはい、まあ、今回今も、はい、あのエディオンっていう家電量販店のグループに入りましたけど、かなりすごいあの先に先行投資で、はいはいはい、かなりもう徹底的に義務されてるんですよ、はいはい、多分そのタモリさんも、はい、あの大吉さんもすごいこう、はい、西野さんに義務すごくされてるじゃないですか、はいはいはい、で特にリターンもその時求めてないんですよ ね, ですよね、はい、でそのなんか無償のその義務を、はい、与えられる人ってすげえなって、はい、本当に、はいはい、でしかもそれを、特にリターン求められてないので、はい、あの短期的には、はい、自分もやっぱりなんとかこう返ししなきゃいけないとか、はい、なんとか俺追いつかせなきゃいけないっていうふうに僕自身も思ってたので、はいはい、なんかすごくわかります、ね、いやそれ大事ですよね、はい、なんかそれはまあ僕は子育てではないですがやっぱうちの若手スタッフを、はい、やっぱ育てないといけないのでその時にそれは結構やりますね。もう何者でもない子にもうむちゃくちゃ与えるっていうありえないぐらいのチャンスだとかは一回与えてみるっていう、はい、当然、その時に下手こくこともあるんですけれど長い目で見た時にやっぱ彼らはやっぱこんな自分にこんな、かけてくれたからには絶対に面白くなって恩返すっていうやっぱ人だなと思いましたね、はい、やっぱそういうのってね。それってなんか逆にむちゃくちゃリターン求められてたとしたらどうでした、はい、あリターン求められてたらそうはなってないですねなってないですよね。リターン求められてたらそこでもう、うん、あの要は完結していて、はい、いらないよっていう感じだったから、はい、余計だったのかもしれないですね。結構なんか子育てでもあるなって思ってまして、はい、あの親がせっかくあんたにこんだけのことをお金もかけて塾行かせてんねんから、はいはい、あの成績上げなあかんやろとかですね、 あれじゃないですか。これって本当の無償の義務なのかなみたいなのはどうなんですかね。なるほどね、はい、あそれ面白いですね。結構求めちゃうじゃないですか、はい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 、あのお母さんお父さんこんだけあんたのためにやってるのにみたいな、はい、ってあるじゃないですか。それ面白いですね。なんか、うん、お金の成り立ちとかを結構勉強したことがあって昔、はい、それで言うと、なんか例えばこれを与えるから、これあげるから代わりにこれください、はい、いくらですみたいな、うん、あの交換じゃないですか、はい、お金って、うん、で交換っていうものが世の中に出たのってだいぶ後の方で、うん、もっともっ と,、人類のコミュニティがちっちゃい時ってギブしかないんですよ。要は何か与えて、はい、いずれ戻ってくるからっていう、うんうんうん、だけれどこれコミュニティがどん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 大きくなって、こう細分化した時に全然違う A のコミュニティにいる人が B のコミュニティの人に何か、与えた時にこれ返ってくるかよく分かんないから今この瞬間に、はい、対価として何かちょうだいっていうこの瞬間に交換って生まれるんですけど、うん、つまり何かっていうと交換って人を信用してないっていう状態です。その信用してる時信用してる状態の時は交換じゃないです、義務なんですよ。与えるしかなくて信用してないから。でもやっぱ例えば後輩とかに飯をおごる時とか友達とかに飯をおごる時で今日これ出しとくわって言うじゃないですか。 あの状態で、そうですよね、まあ、全然リターン求めないですよね。はいはいはい、はい、まあその信用があれば全然義務でいいはずだと。はい、はい、でも信用っていうのがないから、相手に短期的なテイクとか、はいはい、そのリターンを求めるっていうことであれば、はい、信用の有無が そこにあるってことですよね。そうですね、はい、あとまあお仕事してるとすごくわかるんですけど、はい、短期的なリターンってちっちゃいっすよね。わかるちっちゃいっすよ。その場で済んじゃうリターンって、はいはい、ちっちゃいっすよね、はい、多少プラスになったとしても、はい、ちっちゃいんですよね、やっぱすぐ回収しようとすると。そうですよね、で育たないですよね、はいはいはい、だからいわゆるその稲が育つ前に早くもう刈り取っちゃうみたいなもんですよね。いや確かにこれ親どう考えてるんですけどいやこれねともするといやあのそれ言っちゃう親は子供を信用してないみたいな風に取れちゃうんですけど、でもまあ確かにあの自分たちの身の回りで普段起こっていることをこう振り返ってみると、はい、まあ、確かに信用の有無ってあるなって。多少ありますよね、うん、なんかザッカーバーグの親とかって確かいい感じのパソコン与えてたはずなんですよね、はい、最初の序盤の方に。そうですよね、はい、まあ、それはでもね、あのホリエモンとかもそうですけど、はい、みんなそういう環境がやっぱないと絶対生み出せなかったはずですもんね。
だからちょっとあの皆さんもですね、まあ、普段何かしらこう思うところはあると思うんですけど、はい、どっかやっぱりこう信用してる、子供を信用してるっていうことであれば、はいはい、本当にもうギブの精神でまず頑張ってほしいですね。絶対大事だと思いますね。そうですね、投資だと思って本当に、はい、まあ、そもそも教育って投資ですから、ですから投資ってことはリターンって長い目で見るものですね、はい、本来、はいはい、だからみんなねデイトレーダーみたいな感じで、すごい短期的なリターンをずっとチェックしてるみたいな、そう、それきついですね、はい、確かにそれになるとなんかノイローゼみたいになっちゃうんですね、確かに、はい、本当に確かに、だからあのどっちかっていうと、まあ、株も一緒で、はい、デイトレーダーじゃなくて、はい、どっかの債券を買ったと思ってですね、もう少し長い目で見た方が、はい、いいかもしれないですね、はい、そうですね、はい、はい、すいません、ちょっとめちゃくちゃ脱線してしまったんですけど、すいません、はい、はい、